で僕が事務所を辞めなきゃいけなくなったかって話を。聞けちゃうんですか、その話。聞いちゃっていいんですか。むちゃくちゃこれ、本当に隠行したんじゃないかとか、はい、薬に手出したんじゃないかとか、はい、なんか当時4人ぐらい殺したかと思って、じゃあここおらん、ここおらん、おかしいやん。結構思われてる、今見てる人たちいると思うんですけど、はい、まあ、そうじゃなくて、当時こうそういう事件がこう芸能人のそういう不祥事が続いていたんですよ。はい、で、まあ、まあ僕がこう、まあ、地方に遊びに行った時に、まあ、ちょっとこう遊んだ女の子がいたんですけど、うん、その子が彼氏と組んで、ハニートラップかけてきたんですよ。ああ、はい、キスモタス的な。はい、事務所に。事務所に、事務所に電話で、なんか、いろんな方あったっつって、こう、どうしてくれるの、はい、恐喝はしてこなかったんですけど、はい、どうやって落とし前つけるんですかぐらいな。ああ、はいはいはい。で、まあ、一緒にいた人たちとか、そこのお店の人とかが、こう、結構動いてくれて、それがそういうことだったっていうので、まあ、何もなかって終わったんですけど、うん、事務所的にはそういう事件が立て続けにあったんで、何かあったら今所属しているタレントさんとかマネージャーとかの家族もいるから、うん、そっちに迷惑かけられないっていうので、うん、本当にごめんだけど、ゆうすけ、ちょっとこのうちの事務所じゃ面倒見きれないから、やめてくださいって社長に言われて、えぐ今にで他の事務所も紹介してくれたんですよ。結構大手の事務所さんも、はい、紹介してくれたんですけど、僕もその社長のこと大好きすぎて、はい、あなたとだ以外だったら仕事できません、だったら芸能界辞めますって当時分かったんで、はいはいはい、こうそれ何歳の時なんですか。28っすね。僕7年前ですね。あなたと以外はできませんって言って、じゃあもう芸能界辞めます、あなたが僕のことクビにするんだったら辞めますって辞めたんですよ。それがまあ結局山本助解雇っていうので、こう情報番組とかネットニュースでこう、それを言うまでもなくみんなが離れちゃったからっていうことですもんね。そう、当時もっとこう今みたいに YouTube みたいながっつりあれば全然言いたいことバンバン言えるじゃないですか。正直当時はやっぱ言えなかったですよね。言えなかった。その確かに確かに確かに媒体もなかった、発信するところがね、なので、でも変にこう今はもういいかなと思って話してるんですけど、当時は言ったら向こうの事務所に迷惑かかるのかなとか、はい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 、いろんな葛藤があって、で結局あやふやなままこの今に至るみたいな。確かに。なので逆に今回こう出演オファーいただいた時に、はい、なんかあレペゼンさんの番組でこういうこと言えたら、はい、なんかその時勘違いしてる人たちとかになんかこう、はい、僕もなんとなくめっちゃ連絡、ね、めっちゃ連絡来るかもしれないです。はい、いや、まあ、その人たちはもういいですけど、はい。なんかこう、ちょっとでも、そういう人誤解をね、っていう。確かに。解いて、なんか、ああ、まだあいつ元気してんな、ぐらい思ってもらえたらなと思って、はい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 、ちょっとオファーいただいた時に。嬉しい。嬉しい。聞けるとは思わんかったですね。確かに。